はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、晴海川支流にて釣りをした内容をお伝えしたいと思います。こちら今映ってるのは前回同様にですね、キビレをかけた時の様子でございます。この時期ぐらいからかなりですね、雨が降っちゃって水潮が入って、あまりクロダイの活性が良いとは言えない状況ではございました。水潮の強い時はこんな感じでキビレがよくヒットしたりもいたします。ただキビレの個体数自体としては、関西とは比べるとだいたいクロダイと比較して2対8とか、まあ、そんな割合かと思います。 20% 程度がキビレのような印象です。本日なのですが、水潮がある程度済んできて、なぜかですね、大潮の底りぐらいの時間帯で型のいい魚が釣れましたので、そちらの情報をお届けしたいと思います。かなり水潮が入ってきて魚も浮いてたんですが、その時間帯によってはですね、こんな感じで上の方でヒットする場面もありました。ただ自分はそこで当たるだろうと思っていたので、ちょっとこの時の合わせには対応することができませんでした。だいぶ上で当たった。なんでやっぱ合わせが甘いな。その後ですね、いろいろ晴海なんかに行ったりもしてみたんですが、釣果があまり良くなくて、有明のですね、緑道公園にも来ています。あまりこの温排水の出てるところで釣りをしたことなかったんですが、よく見てみると結構小さい小魚がいっぱいいたりなんかして、なかなか魚の活性が期待できる場所なんだなと思いました。結局この日ですが、柱の方を打ってみたり、いろいろ試したんですが、釣ることができず、そのまま帰ることといたしました。でっか、日程が変わりまして、別の日にですね、晴海の方に釣りに来ております。でっかいエイがいまして、まあなんかあんまり釣れるような気もしなかったんですが、少し濁りが出ていてですね、ある時間帯ですね、底りの方に近づいてきた時にクロダイがいっぱい浮いていまして、しかも年なしクラスのですね、それを狙って釣りをしています。よいしょ、エクとか見えた。おお、でかい。これはでかい。どこかかって、おお、そらそやろ。あ、なんでいいサイズの魚がかかったのですが、残念ながらバレてしまいました。結構上から見てると年なしクラスのサイズだったので、ちょっともったいないことをしました。引き続きはしごのあたりを狙っていっております。ここもですね、結構浅いところでヒットする場面が多いので、ちょっと濁った段階で重点的に狙っていっています。シーオロットが技を B 作のワンピースのもの、 2.3 メートルのものと、道糸が 0.55 の PE ラインで、ハリスが 1.55 のグランドマックスですね、シーガーのものを使用しております。残念ながら甘噛みをされたのか、カニが丸くまった状態で帰ってきました。しかしクロダイがいるのは明らかなようです。こんな感じでガチガチに固まっちゃってますね。引き続き別の場所を狙っていっております。これめちゃくちゃでかい。おお。
それはちょっと。めちゃでかいぞこれ。開いてきた。ああ全然ダメ。元気すごい声かかる。やってきた。はあ、今日はでかいのばっかりだ。でかいな。うわ全然弱らん。
めちゃくちゃ元気。全然弱らめちゃくちゃ元気じゃん。こっち向け、こっち向け。
よしよし。ああ、重たかった。めっちゃでけえ。よっしゃ、やったぜ。あった。めちゃでかいじゃん、これ。どうなってんの、このサイズ。やべ。年なし。うわー、すげえな、これ。こんなんおるんやな。いやー、これ、3キロぐらいいってそう。すごいな、こいつは。えらい時間かかった。やっと。お、ギリギリ、ええとこかかってる。ああ、めっちゃいいとこかかってた。ああ、手パンパン。ふぅ。やったぜ。よっしゃ。ありがとう。ああ、すげえ。53とかか。頑張った53とか。わあ、でかかった。ふう。え？そうじゃないの？はい。大会。すごいな。よし。いやー、53センチ、でかい。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回なぜかですね、割と底りの付近で大きいものがかかりました。この数日しばらく同じ時間帯に来ていたんですが、全く同じようにですね、かかるどころか当たりすらございませんでした。まだまだ黒鯛のヘチ釣りは謎が多いですね。それでは皆様、次回のご動画でお会いいたしましょう。